どうも、こんばんは、エネムです。今回は東京グルインボーク、今週もアップデートが終わりまして、ガシャに SSR ノロが追加されてますね。っていうか今回のアップデートなかなかいいですよね。オート機能になんかなんだっけ、スキル使うか使わないかとか、あとなんだっけ、キャラ見るときにイラストだけをアップして見れたりとか、まあそういういろいろね、便利な機能がついたんですが、今回はこのノロを狙ってまだまだ10連ガシャやっていきたいと思います。連続ガシャ3回目は1枠 SSR、 あ、待てよ、6回目がノロプラス、あの SSR の確率が2倍。この前は10連1回目でさ、 SSR の確率2倍だったら、あれ何なんだろうな。まあいいや、とりあえずこれ、もしかして1回目単発、これ連続ガシャを何回かやる人じゃないと回す意味なし、もしかして連続ガシャ。俺じゃあこれ久々に単発いっちゃおうかな。これ久々にあれか、単発いきますか。10回っすね。単発の方がね、10回ワクワク感を味わえるからね。まあこの絶望感もすごいんだけどね。こうあれだよな、バチバチがよ、なかった時のあれな。2回目いきましょう。あ、待って、ノロのスキル見てね、ノロのスキル見るの忘れてた。飛ばします。ちょ、ノロのスキル見ようぜ。ここでよ、ここで一回ノロのスキルを挟むことによって流れを断ち切り、俺の方に流れを持ってくる。怖っ。あ、怖っ。うわ、びっくりした。ちょ、待って。結構ビクってなったんだけど、体。まあまあ、画面にさ、顔近づけてたからさ。ちょっと、後ろにピクンってこう、なっちゃった。まあいいや。行きましょう。3回目かな。これね、流れ変わったから多分来てくれるで。まあでもあれだね。SR の流れ来てるからね。今、ここで。4回目。まあ、前回ピックアップのさ、ヨモさん引いちゃったからな。使うかどうか知らんけど。多分使わんけど。普通のヨモさんでさえさ、1枚重ねてんのかな。にしては使ってないしさ。5回目ですね。あ、渋い。いや、単発、いや、10連の方がいいのかな。なんか、最近さ、10連しか引いてなかったからさ、もう10連の味を知っちゃってさ。どうなんだろうね。あ、やべえ、これ。この絶望すげえ。あと、なんだ、4回か。あ、マジ？こわー、ちょ、これは厳しいな。なかなか、なかなかちょ、渋いっつうか。頼む！これ SR だろ。まあ、10枚中今3枚 ?3 枚だけ SR。まあ、妥当なのかな ?10 連1回やってさ、SR1 枠確定とは言いつつ、まあ、1枚しか出なかった時と比べて。あ、これは？これはどうなんだ？あ、SR か。なんだよ、もう。もう、一瞬 SSR のさ、あれに見えたじゃん。SR ももうなんか、売ってばっかでさ、あの RC ポイントに変えたいからさ、売ってばっかで、なんかもう手元多分ほとんど残って、おーい。これが入るってことはラスト1回で、あー多分来てくれる。ちょ、何これ。ちょ、ここら辺の当たったやつはいらねえわ。さよなら。あ、これでもポイント入るんだ。つか1ポイントか。 1ポイントはまあ、まあ塵も積もれば山となる的な感じなのかな。ラスト行きましょう。スイ、はい、さよなら。まあノロ引けなかったんですが、ちょっと待って、これ一回音消えたかも今。お疲れ様でした。次はなんかなんだ、あ、まあいいや、何音したんだっけ。お疲れ様でした。また次の実況動画でお会いしましょう。仕事から帰ってきて一発目はダメだな。